震災後、石巻の方には被災地の取材ということで、私が写真家であることもあって、あちらの方にも取材に行ってたんですけども、ぜひ福島の現状をという話を石川さんからいただいて、こういう機会、なかなか持てないものですから、ぜひ伺いたいということで参りました。子どもたちのことをまず第一に考えたときに、園として、要は、避難を促すべきなのか、それともここに、預かって子どもたちの心の支えになるのかを考えたときに、やはり避難を促すことも考えたんですけども、やはりまずは子どもの心の、よりどころを一番大事に、考えたいというこの園長の一番の考え。やはりメディアを通して見る福島と、実際にここに来て、その被災の現場にあったり、ここで生きている人に出会わないとわからないことだとか、温度差だとか、あと変わったこと、変わらないことっていうのは、本当、一言では言い難いですけども、福島の現状っていうのは、来て初めて知ることがあると思うので、私は写真家なので、帰りまして、写真のデータを落としながら、もう一度自分で振り返りたいと思う場所でした。ここ郡山からさらに2時間先に行ったいわき市まで、福島県を渡って、丸1日の旅だったんですけども、してまいりました。行く道中、やはり福島の、なんて言うんだろう、山の美しさ、これは私はこちら出身ではないので、これをふるさととして持っている方たちってどんなに幸せだっただろう、そしてこれをどれだけ残したいだろうってことを感じました。また別の機会にぜひ伺いたいと思います。